くした。今日はこれを買ってきました。わあ、なんだろう。大根役者すぎやろ。てん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 。ジャージかな、ドンキの袋かな、ジャージかな。どこでこっちやろ。黄色やから。そっかそっかそっか。マスクはしてる。そうやろ、なんかこうやっておるとさ、どっちがどっちか分からへんくなるやろ。まあ、そんな話はどうでもいいんです、ね、何を買ってきたかと言いますと、はい、じゃーん、よくやったやギリギリドロップゲーム。イエーイ。何これ、なんかいきなり YouTuber みたいなこと。ほんまにそう。緊急で先買ってきまして、はい、そうなんです。緊急で動画を回しております。回したりしちゃってるんですけれどもね。はい、そうなんですね。まあ、今日撮って動画を撮ろうと思いますよ。ゲームのパソコンがつかない、なぜかモニターに映らない、はい、何度やっても映らない、はい、ドンキに行ってきました。これで遊ぶっていう動画でーす。でもあ、でもあれや、そうただやるだけじゃ面白くないかなと思いまして、うん、そんなぬるま湯なんて使ってたらダメなんですよ、うん、人はみんな厳しさを感じて成長していく。そうなんかな。苦しさを感じて成長していく、はい、ことだってある。限界がどういったことだってある。生わさびー。うわー、これマジできついよな。うちらわさびな苦手やん。ほんまに嫌い、わさびが、うん、もう辛い、うん、お寿司だっていまだにわさび入りの食べられへんしな。しかもこれやで、チューブがいっちゃん辛いと思ってて。そんなわさびの犠牲になるシュークリームでーす。しかもいちご味でーす。え、いちご味のシュークリーム私初めて見てんけど、美味しいね。美味しい。でもちょっと酸っぱいんよね。あー、なるほどね。おやかいてるやつだ。いやでもね、うん、クリームが入ってることによってこいつは中和されると思ってんねんね。だからほんまはスプーンですくって食べた方がいいと思う。聞いてください、聞いてください、はい、今日お腹壊してるんですよ。やろうとすなってな。そんな中でやろうとすな。いやまあでもね、やはりこういう厳しさがあった方がより楽しくなりますからね、うん、ゲームは罰ゲームありで、今日はギリギリドロップゲームやっていきましょう。またそこ正式名称で、ここもいいな。あ、ここも大人も子供も盛り上がるギリギリドロップゲームをやっていきます。はい、で、濡らすんやっけ。市販のティッシュでも代用できますやって。ほーん、濡らし方まで書いてくれてない。え、なんかここに差し込むらしい。はぁ、あ、はぁはぁ、まあ、とりあえず濡らしてくるわ、ティッシュ。見て、見て、濡らした。濡らしすぎ？これどうなの？これどうすんの？さっきの写真ティッシュなの？冷たい冷たい冷たい。台座の柱に。台座？台座？台座の？蛇ってこと？平田の台座。どういうこと？平田でこれ。無視する。これを差し込むらしいわ。あ、先にね。それ言ってからの上も乗せるってことね。なんかな。ちょっと待って。まだですか？差し込めてる？うん。よし。あ、これでいいんじゃない？ちょうどええ塩梅ちゃう？で、可愛い入れ物。あ、もう一緒に入れる。はい、ここに入れてこう。あー、ビー玉、ビー玉。ルールは簡単。サイコロを振って、目が出た数のビー玉を乗せよう。破れたら、シュークリーム。じゃんけんで決めるぞ。そうやな、じゃん勝ちからいく？大丈夫。じゃんけん、はい。勝ちました。一発っていいよね。じゃあ、いきます。安心。はい、お願いします。コロコロ。2とか余裕じゃん。まあ最初から破けるってことはないと思うからね。でもね、初めてやからさ、うん、どんだけ濡らしていいかわからんかった。そう、これはもうこうですよ。もうこうですよ。あ、すっごい乗せ方怖っ。安心安心や。でもみんな全然余裕やもん。まあまあまあ、そうやな、うん、まだ落ちにっていう。乗せ方の勢いがだいぶ怖かったけど、じゃあまあいいです。はい、今のでも大丈夫ってことですよね。そう、6個や、6。いや、まだ序盤の6は平気よ。7でもいい。むしろ濃いよ。ないな。はい、6やで、6。いや、6かいけんのかな、6。これで破けるってこともありえるまでだもん。いや、待って、24個乗る可能性もあるから。そうなったらもうしゃあない。2人で食べよう、シュークリーム。それもそれでいいやか、負けよう。え、負けようって、負けようって、負けてって。これ、使いにくい。え、使いやすくない？え、使いにくいんけど。めちゃくちゃ使いにくい。け、もういいよ。はい、6なんかすぐ転がしていきますから。おい、まだまだ余裕なんじゃない？はい。でもな、見て。見て。結構下がっては来てんねん。行くわ。うん。え、マジで破れそうやねんけど。5!5! よし、行くで。はい。もうこういうのは、こうよ。ほんで、こうよ。ほんで、こうやじゃん。あ、違う。こっちに転がってこうよ。ほんで、こうで。大丈夫、大丈夫。こうなの。あ、こうなの。あ、なんだかダメって聞いてない。いやー、もう勢いなんかつけたから、まだ見よう。いいパフォーマン
ますわ、シュークリーム。テレレテテテテン、テレレテテテテン、テレレテテ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 テ、わさび入りシュークリーム。シュークリームちゃう、テレレテテ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 。ちゃんと銀紙取った？取ったよ。いやー、だけ入っちゃうそれ。いやー、やばいやばい、吐きそう。見えてるとか言う？そんな感じ。見えてるよ、見えてへんよ。なんかちゃうちゃう、ちょっとちゃうちゃう、こうして、なんかさ、こっちにイチゴが来てんねん、押し出されてんねん。まあいいや、じゃあ最初に味わうのはイチゴってことやろ。いやー、見るな見るな、そっちから行く。でも大丈夫、あそこの匂いせえへん。そう、なんか刺身の匂いする。そう、どんぐらい入れたのか分からへん、私も量。でも結構、ちょっとそのことない、そんなに入れてないよ、そんなに入れてない。流し込めへんで、ちゃんと飲み込む、飲まない、せえで、ちゃんと味わって。シュークリームやから、だってしんどいかもしれへん。うち、これ飲むのに1時間くらい欲しい。今から。これ食べるのに。飲むのって言ってるよな。飲みよう。それでは、お願いいたします。でもな、これ止まったらあかんね。知ってんね。味わってください。1、2、3、バンジージャンプと一緒。うん、わかった。ハイジャンプって言って、1、2、3、ハイジャンプ、ハイ。ハイジャンプって言うよね。オッケーオッケー。じゃあ行くでよ。行くでよ。1、2、3、ハイジャンプ！ちょっと、いかへんのかい。もう一回欲しい。え、1、2、3、ハイジャンプ。わかった。1、2、3、ハイジャンプ。どう？涙が出てくる。私も涙が出てきた。美味しかった。いちごの味なんか全くせえへんで、ジュリって言っていいけど、なんかわさびかな。ちょっとあれですね、負けられない戦いまた始まりますね、これは。気ぃつけよ、ほんまに。で、2回戦っていきますか。はい、このティッシュを水で濡らすのはもう私の塩梅なんてね、どんなもんなのかって話ではあるんですけど、ね、ちょっとさっきより緩くない。嘘、上から足すお茶。足す？やめとけ。でもほら、いい感じに出たよ。な、結構引っ張っといた。え、あ、それちょっと破れやすそうやね。なんかいい、なんか気持ち悪いねんけど。え、なんか拒否反応起こしてる、もうすでに。もうやりたくないって。うん、いや、戦いはまだ続くね。そんな世の中甘くない。自分さ、うん、いや、ちょっとさ、まだ飲んでへんからってさ、うん、そんな余裕ぶってるけど、飲んだ時、食べた時やってたから。飲んだってやめて。カレーやと思ってる、シュークリームのことは。シュークリームはカレーやから。え、さっきさ、ちょっと待って、じゃんけんする。え、何？何？何？何笑ってんの？シュークリームはカレーやから。シュークリームは飲み物やっていたかって。シュークリームはカレーやから。意味わからなくなってる、もう思考回路も。最初はグー、じゃんけん、ほい。もうだよ。もう出てこう出した。じゃあグカリンからね。一発目は大丈夫なんよ。いや、6と5を出してんのやばかったな。数よ、やっぱ。2。こういうのこういうの、だから、うん、これチャレンジしたらあかんで、勢いよく乗せる、それがダメ。勢いよく乗せんの、せやで、さっき勢いよく乗せる。待って、なんでこうやって触れてんのってぐらい、ちょっと待って、わさび乗せれって。待って、こう周りに乗せるね。おお、なんだそれ。そういうのも小技ね、うん、小技入れてくるってことね。ふいふい、もうやめとけって。それ怖いって。2個じゃやっぱ下がらんよ。まあそうやな、こっからよ、うん、さっき6個乗ってたからな、あれがでかかった。はい、あ、1。もう1回、もう1回。お使いの桜もやめて、行くで。よく言って言って。はい、ちょっと揺らすやめてください。ちょっと今敏感になってんね。いいんだから、気持ち悪いって言ってるもん。じゃああれじゃない、やっぱりもう1回食べた方がリセットされんじゃん、胃の中も。そういうこと。うん、な、普通でいいけど、こうやって、ね、いやな、はい、なんかそれ。4です。なんでな。いいよいいよ、いけいけ、ゴー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 。学び終えたうちは強いね。
どの線の方です？端っこから。あ、そう、真ん中で、しかも勢いよくいったらダメ。A、うん、まあそうやね、真ん中がどんどん重さで下がっていきますからね。ちょっと怖いですね、これ。次怖いなー。よし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 、ここででかい数字出したら終わりよ。1とか可愛くないで。1111。おー、きたきた、5。まあここが技の見せ所ですよ。そうやね、こっからやね。そうですよね。カフェいい？じゃあ触んなって。まあこの道で、ね、私もやらせてもらって、かれこれなんやねん、小学生か。行ってみ行ってみ。まあ、この道50年だ。せやねせやね、やっぱ端から攻めていこう。やめて、綺麗に並ばさんとってよ。オッケーオッケー、待って待って、下がってきてるって。気ぃつけてよ、うちやって次。胃が胃が、いやーいやー、怖いよー。であって、もう胃が痛いって言ってる。うわ、うちこれ明日一応になるかも。これ乗り越えたぞ。3です、3です。でもこれ乗り越えられたらちょっと怖いな。ちょっと待って、こっちに重さがかかってる。そうだね、考えて考えて。ちょっと待って、ほらガリルガリル出てくる。震えすぎちゃうって。震えすぎちゃう。お前一回経験したら分かんねえ、もうあれをしたくないって。二度とあの経験はしたくないと。いや、え、これピョガリいけんの、それ。ピョガリそれいけんの。うわあ、こういうことよね。怖い怖い怖い。何から攻める。そういうことよ。666565。なんでやねん。は俺を味方して。一で破れる、一で破れる。真ん中来い、真ん中来い、真ん中の真ん中の。一で来い、一で来い。頼む、66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 
話すの。これあれか、特殊詐欺か。いや、やっぱ天も味方するって。ちょっと待って待って待って、でもあと3つやで。え、やばいや、24個もう持って回ってくるの。待って、うちやもうこんなうちやん、うちやないか。いやや、で、自分はちょっとうるさい、今日静かにして、マジでうるさいね。もういやや、静かにしてって、そのジムキでさえさ、喋らんとってって言ってるやん。話したくないって言ってる。うるさい、うるさい。相手を任せられなかったっていう罰です、これは。じゃあ、すいませんが、知って
ってる？胃が痛いよ、もう。もうなんかさ、もうこれ今日もう本命今日シュークリームのこと嫌いになりそう。入ってんの？ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って待って、どんだけ入れてる？あ、入ってる。ほんまに？ほんまに？ちょっと入れすぎちゃう？どんだけ押せるの？どんだけ押せるの？ほんまに？入ってる？ほんまに？ほんまに？大丈夫かな、これ。なんか、大丈夫かな、なんか。急に押せる時間長かったけど、大丈夫？空吹き？空吹きって何？空吹きって何？空押しされとって。そういうことね。あ、確かに量減ってきても、どんぐらい使ってんのって、ぐらい使ってないでも、私たちこれ。じゃあ、まあ、美味しくいただこう。食べ物に感謝して美味しくいただきます。ちょっと待って、もうほんまにさっきの口をしてるからな。ちょっと待って、ほんまに涙出てきた。涙目やる、うち多分やばい。これ言ったらなんかわさび嫌い、わさびは嫌いやで。口に入れてちょっと噛んだ瞬間あってくる。あー、この世界は知らなかったってこと。なんて、あーすごい世界が広がってるって。まだイチゴを追ってよかったってなると思う。でも水の用意はした。あ、マジですか。え、せーので行く、先行く。せーので行こう、もう二人で。ちょっと待って、心強いよ、その方が。それじゃあいただきます。せーの。もう一回。もう、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 っていうか、わさびの一軒駅がおる。こいつがおんねん、ここに。だいぶおる。俺わさびって言ってる。ちょっと待って、主張激しいんや。もうまんかんぺ、うん、でも確かにずっとおる、うん、やろう。だってめっちゃ入れたもん、うち。やっぱ入れてたんや。一回グッと押してもう入ってないなとか言って、もう一回入れたから多分結構になるなんかな、最初はな、口に入った角度やねんけど、いちごの味やってん、うん、わさびの味せえへんから、うん、ほんまに許可に全然入れてへんのかもって思った瞬間、バーンってわさびーって言って、多分な、もういちごがこう押されてたやつ。まあでも楽しいお遊びでした、はい、楽しかったです。また何か面白いゲームを見つけたらやってみましょう。なんかこれ入れたら美味しくなるよっていうのを教えていただけると。美味しくなるよ、美味しくなるようですよ、美味しくなるようです、間違えないでいただけない、決して辛しいとか、あ、そうそう、ハバネロとか、あ、もうどっちも嫌い、タバスコとか、あ、もうタバスコ好きだ、タバスコ無理。許可には辛いのがダメですからね、皆さん。そうですよ、無理じゃないですよ、そうですよ、そうそうそうね、ほんとね。また次の動画でお会いしましょう。しましょう。ほなまたね。バイバーイ。